週刊一撃は次100回目なんですけど、ちょっとどういうのがいいですかねっていう案が欲しくて、なんか俺見てへんねんけどさ、はい、前回めっちゃ盛り上がってました。あ、そうです、はい、そうです、そうです。俺がなんか別の現場行ってる時に言ってた、はい、ちょっと盛り上がってます。100回だぜ、イエーイ、イエーイ。じゃあ誰の案それ。私ですね。あげたね。ええ。ぶち上げましたね。ぶち上げたね。だからちょっとね、それにふさわしいものを、ね、せっかく100回なんで、なんか、ないかなと思いつつ、意見が欲しいです。俺は、もう、脚本も書いてない、最近。はい。は公演の、はい、でもその何かを捻出するっていうのが、はい、俺にはできへん。あ、ゼロから生み出すことを。そうやん。だから、はい、僕は、ネタはないけど、はい、お前は僕はまあそうですね、第60回ぐらいでもう全てを委託してるんで、もちろんネタはないですよ。まあ川原さんから引き継ぎ99回やってきましたけど、ネタねマジか、ないっすね。ないマジかよ。からちょっとこんなに続けて100で、うん、ネタ切れ、ネタ切れ、そうですね。いや、楽しみにしてはるよ。そうですね、ちょこちょこツイッターでも上がってきますし、はい、なんか日刊にしてくれって言ってきたお客さんもいたよ。ああ、いや多分するか思ったけど、いやいや、そんなしんどいことを。いやいやいや、そう、まあまあまあ、それだけ楽しみにしてくださってたんですよね。それだけ楽しみにしてくださってたけど、まあネタがない、ゼロですね。これはもう長らくのご愛顧。マジですか。いや、じゃあ、まあ、プロデューサー、はい、ディレクター、ディレクター、アシスタントディレクター、はい、で多数決と、はい、区切りやし、100でしたね。はい、まあ、200回を目指して週刊刺激やさらに頑張っていくぞっていう人、これで終わりでいいと思う人、賛成多数。賛成多数や、賛成多数が出た。週刊刺激や終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。